こんにちは、翔太です。今回なんですけど、今来ているですね、ガチャが本日終わりを迎えるかなというところでですね、そちらについて見ていこうと思うのと、その前にですね、ちょっととんでもないミスを犯してしまいましたね。私ちょっと先にその話をしようかなというふうに思います。いや、何をミスったのかというとですね、いやー、ミスったな。戦記軍記、私報酬受け取ってないな。多分メインアカウントはあれ、英語の神飾りでしたっけ、今回、が2つゲットできるのかなと思って、それを確認するためにですね、やったんですけど、しまったな、他のアカウント私やってないわ。取ってと、なんか後から取ればいいやと思って取るの忘れてましたね。いやー、やらかしたなこれいやー、ちょっとめちゃくちゃやらかしたなっていう風に思っているんですけど、それではですね、今来ているガチャについて確認していこうかなと思います。まずは左側の部分から見ていきましょうか。まず星犬の方向ですね、がまあまだ期間はありますけど、ちょっとこれちょくちょく引き忘れていたりするような気はしますが、まあ14日ですね、もうすぐ終わりを迎えようとしておりますので、まあ波数ですね、原報で合わせる方は合わせてください。まあ混沌装備ですね、まあ私も今回混沌装備取ろうかな、ちょっとどれを取るか、まあ何でもいいや、まあどれを取るかっていうところはあるんですけど、まあ一番いいのは、まあもうすぐ深淵装備からまあ深淵装備にできるっていう風なですね、装備、まあ、装備品をまあ優先してやってもらうのがいいのかなというふうには思います。まあ別に無理にする必要はないのかなというふうには思うんで、まあ別にスルーしていただいてもいいと思いますし、まあそもそも欲しいですね、ものが他にあるのであればそれを優先してもらえばいいかなと思います。まあ別に深淵装備、潜装備気にせずですね、まだもこれ持ってないからこれを取るとかでもいいかなと思うので、まあこれ装備を直で取れるっていうのがいいところかなというふうに思います。で、お土産販売車ですね、今来ているんですけど、まあこちらは私あんまり課金はしていないんですけど、5時間戦闘権が足りない方はですね、ここで狙ってもらうのもいいのかなと思います。一応一席ですね、今大吉じゃないか、今来ていると思いますので、まあ大吉が出たら課金検討してもいいんじゃないかなぐらいです。で、次はもっと甘くなる来ています。これはですね、無課金の方もですね、1回無料で引けますので、まあ、それだけは忘れないようにしてください。まあ、1回目は確実にですね、まあ、成功するんですけど、まあ、2回目以降はちょっと課金の、方というところになってきますが、まあ、来るたびにですね、本命チョコ、1個ずつ増えていってるかなというふうに思います。個人的には MR 結晶ですね、が交換できる貴重な機会になりますので、まあ、椿水は、まあ、いつでもではないですけど、たまにベニースイで交換できるっていうところがあるので、まあ、個人的には MR 結晶ですね。まあ、MR 副賞セレクターもこれ無理なんで諦めてもらっていいと思うんですけど、MR 結晶と交換してもらうのがいいのかなというふうに思います。それではですね、特典のところも確認していきましょうか。まあ、実月の輝きですね、まあ一番左のものはですね、もうあと2週間程度で終わってしまうというところになりますので、持ってないキャラクターが いる方はですね、まあ急いで優先的に交換してもらうといいかなというふうに思います。で、課金月ですね、ラッキー割引来ておりますので、まあ課金する方はしてください。で、軍令ですね、まあ、本日までとなっておりますので、まあ5時間戦闘権、2時間戦闘権ですね、無課金の方もゲットするのを忘れないように気をつけてください。まあ、1000円課金してもらうと原報とか学生団もらえますので、まあ、こちらも課金される方はご検討ください。で、延期綱令ですね、まあ、就任務が本日までとなっておりますので、まあ、こちらですね、まあ、ちょっとあまりできてないですけど、皆さんですね、やるの忘れないようにしてください。まあ、ちょっと特にですね、まあ、訓練50回も面倒ですし、育成200回も面倒、まあ、装備100回は別にいいんですけど、まあ、ちょっとこの辺面倒なんで、忘れないように気をつけていただきたいなというふうに思います。で、週のギフトは風舞ひざくらが今来ております。本日までとなっております。まあ、優先度は、春町副住所に比べたら全然低いんですけど、まあ、個人的にはこういう海とかここでですね、回収したり、まあ、UR 結晶もですね、まあ、たまにというか、いつも武器とか作るときは足りないので、まあ、こういったところでですね、まあ、取るようにはしているというふうな感じです。で、月落ち雨も今来ておりますので、まあ、神髄炭じゃないわ、戦略生産ですね、欲しい方はですね、この辺で狙ってもらうのがいいのかなと思います。ってなわけで、まあ、水と巨星も来ておりますので、まあ、1日だけ課金して原宝をゲットするか、まあ、5日まで課金してもらって、幸運金ゲットするかっていうところは検討していただきたいなというふうに思います。
それではですね、今来ている、ガチャについて見ていこうと思います。まずはラッキー割引ですね、来ておりますので、まあ、9割引が出た方はですね、課金検討してもいいんじゃないかなと思います。まあ、9割以外は基本スルーでいいと思いますね。でヘイラクレス今来ております。まあ、こちらのキャラクターは多分あまり取られてる方少ないんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、長老キャラクターですね。まあ、タンクキャラクターの中の、まあ、最近ちょっとひねくキャラクターも結構来ていたんですが、まあ、久しぶりなのか、まあ、長老のキャラクターというところで、まあ、最近だとハンニバルかな、一番新しいので言うと、ちょっと、忘れてるかもしれないですけど、まあ、ハンニバルとか、アーサー王とか、まあ、この辺が、長老の、タンクキャラクターになるかなというふうに思うんですけれども、まあ、こちらのキャラクターも長老キャラクターとしてやってきたと。で、まあ、タンクとしての、まあ、最低条件というか、まあ、強さとしては十分に、強力なキャラクターかなと思います。まあまあ、朝をと特に迷われる方が多いのかなというふうに思うんですけど、まあ、こちらのキャラクターはですね、どっちかっていうと相手をデバフにしていくタイプの、まあ、味方も多少ですね、サポートするんですけど、味方というよりは相手にデバフをですねばらまいて、まあ、相手を弱くして戦っていく風なキャラクターになっているんですが、一方でアーサー王は味方を強くして相手にで、まあ、相手のデバフはまあ撃砕ぐらいかな、あったかなと思うんですけど、まあ、そのぐらいという風な感じになっています。まあ、これどっちがいいのっていうところはあるんですが、まあ、個人的にはですね、私罪悪状態よりも聖護状態の方が、まあ、好きというか自分でコントロールしやすいですよね。罪悪状態って結局相手が復活したら消えてしまったりとか、するかなという風に思いますので、まあ、そういったところを考えると個人的にはまあアーサー王の方が好きです。まあ、ただこっちはこっちでですね、まあ、こっちにしかない強み、まあ、結構アーサー王でも似たようなことできちゃうんですよね。まあ、というところがあるんで、まあ、基本的にはアーサー王しかな、このキャラクター推しでは個人的にはないかなというふうには思っています。で、昇進名来てますが、まあ、このキャラクターを取る、今から取る方は少ないんじゃないかなと思います。あ、でも最近あれですね、なんか新キャラが来たら、新キャラが来なくてもかもしれないですけど、まあ、そのキャラに合ったキャラクターが再販に来るっていう風なパターンが多いような気は個人的にはしています。まあ、というのもですね、ヘイラクレス、こちらのキャラクターが、まあ、結構燃焼キャラクターとの相性が、まあ、いいのか、まあまあ多少いいんですよ。燃焼、このキャラクター毎回スキル攻撃前的に燃焼罪悪があるとタンスプラス1するっていうところで、でこの小指名は燃焼罪悪をばらまくキャラクターなんですね。スキル1もスキル2も。で、まあ、この燃焼罪悪なんですけど、まあ、3ターンより多いとですね、整合解除をすることができるというところで、まあ、その中でターン数がですね、どんどん減って2ターンになったりするんですが、まあ、それをまたターン数戻すことによって、整合状態の解除をすることができるようになるというところがあったりしますので、まあ個人、まあ最近なんかこういうなんかアポ、弓章とアポロが同時に並んでいたりだとか、この前の帽子で言うと文中とルシファーが一緒に並んだりとか、なんか最近ちょっと相性のいいキャラクターが、まあ運営さんからもですね、まあ同時に再販しているというところがあるんで、まあ、今後もですねこんな感じでなるんじゃないかなと思いますが、まあ、とはいうものですね、同時に2体取るのってかなり厳しいかなと思うので、ちょっと私はやめてほしいなっていう気持ちはあります。で、続いてモルトレットですね。まあ、こちらの花嫁ですね、取られた方多くいらっしゃるかなというふうに思うんですけど、まあ、マスミの心が余っているのであれば、すでにモルトレットを使っていた過去がある方はですね、取ってもらって全く問題ないかなというふうに思います。まあ、幸運によってですね、筋力値もかなり上がったので、まあ、筋力値ダメージもかなり大きくなったというところもありますし、まあ、援護制御剥がれなくなったというところと、70% の防御虫ダメージが己の身についたというところでですね、まあ、かなり耐久面も心配なくなったと。まあちょっと個人的な心配点としては、モルドレッドとモルドレッドが相対した時にですね、死亡時反撃合戦になってしまって、相手のモルドレッドとこちらのモルドレッドが、まあ、消費しきる、まあ相手のモルドレッドを消費しきってるんで、まあ言っちゃいいんですけど、なんか気持ち的にちょっと悲しい気持ちになるかなというふうに思うのです。まあそこはちょっと残念だなと思うところはあるんですけど、非常にですね強力になってくれたかなと思います。またちょっと火力ですねが、まあそこまで伸びなかったっていうところも、まあ、あったりはしますんで、まあただ影前ですねがちゃんと、まあ、維持できるようになったというか、まあ、復活後もですねつくようになったっていうところがありますんで、まあクリティカルダメージの火力で見ると、まあ、かなり伸びてくれたのかなと。まあ総合的に見ると、まあ影前状態前からありましたけど、実質合ってないようなもんだったんで、まあ影前状態が
まあ、常時発動できるようになったってことを考えると総合火力で見るとですね、まあかなり伸びはあったのかなと思います。マスミの心あるのであれば取ってもらっていいと思います。まあ、マスミの心をゼロですっていう方はちょっといかない方がいいかなというふうには思いますね。で、キレイ多彩ですねに関しては、まあ、今回ちょっと取るべきキャラはあまりいないんですけど、織田信長ですね、の MR アバターの連携スキル、これはですね、まあ、弓将に出陣時残影整合を付与するようなものになるので、まあ、キャラクターによっては刺さる場面あるかなと思うんで、まあ、これは強力かなと思います。美少女学園に関しましては、まあ、水鏡とか清姫とかあたりかな、が奥義優秀かなと思います。関心もそれなりに多かったですね。まあ、この辺が奥義優秀なキャラクターかなと思いますので、まあ、新妖精も結構ありです。なので、まあ、この辺のキャラクターの傷、まあ、ちょびだめするならちょびだめしてください。まあ、一番おすすめなのは水鏡かな。やっぱりユーワールドの奥義も豊富だったり SSR のキャラクターとの奥義もあったりするので、このキャラクターが一番おすすめかなと思います。で、仮想の集いに関しては、まあ、今回は脅威リクソンあたりがおすすめなので、この辺の、まあ、特に脅威かな、の MR アバターは結構強いかなと思いますので、まあ、もしよければ絆のちょびためしてもらうといいと思います。ラッキースターは、まあ、重宝がですね、まあ、一応 UR の状態でも、使えるキャラクターとしていますので、まあ、重宝が一番おすすめです。まあ、あとは MR アバターを優先するのであれば猛角狙ってもらって、あと北条、孔明、東卓、副皇后、龍禅あたりがですね奥義優秀なキャラクターになりますので、取ってもらうといいかなと思います。まあ、絆のちょびだめですねしてもらうといいと思います。てなわけで終わりですね。まあ、あとは特に何もないかなというふうに思いますので、まあ、今回の動画はここまでにしようかなというふうに思います。まあ、今日としてはモルドレッドですね悩まれている方が多いのかなというふうに思うので、まあ、まだですね半日ぐらいあるので、まあ、しっかり考えていただきたいなというふうに思うところはあるんですけど、まあ、基本的にはもうゼロから取る必要はないかなというふうに思いますし、まあ、持っている方もですね、マスミの心がないのであれば無理に取る必要はないかなというふうに思います。まあ、このモルドレッドを狙うというよりは、まあ、新しい MR 製のキャラクターを狙った方がいいかなというふうに思いますし、まあそうですね、まあ、個人的にはまあゼロから取るのであれば、まあ、オーディンとかを狙ってもらった方がいいのかなというふうなところもあったりするので、まあ戦役目線で考えるとビシャモンテン取った方がいいですし、まあ、ちょっとまあ、耐久が上がってしまって戦役とかにおいてはちょっと中途半端なキャラクターになってしまったっていうところがありますので、まあ、個人的にはですね、まあ、無理に取る必要はない、まあ、持っているのであればやっぱり取ってもらった方がいいみたいな感じのキャラクターかなと思います。まあ、いつも花嫁キャラクターとか MR アバターとかいうことは大体一緒になっちゃうんですけど、まあ、やっぱりそういう感じなのかなというふうに思いました。今回の動画はここまでにしようかなと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。